俺実はさ、好きな人いるんだよね。お、マジ？てかさ、一つだけいい？うん。お前の部屋ってなんで草貫通してんの？なんでだろう。で、その好きな人って誰？絶対に誰にも言わない？うん、言わない。約束だよ。うん。マックで働いているとある店員さんなんだ。ほえー。でさ、その子に勇気出して声かけようと思ってるんだよね。おお、いいじゃん。俺一人じゃ心細いからさ、明日一緒に来てくれない？いいよ。今日彼女いるかな？どうだろう。まあとりあえず入ってみようよ。そうだね。いらっしゃいませ。で、気になる彼女って誰？あの子。ん？どの子？だからあの子。え、もしかしてあのドラえもんみたいな人？うん、そうだけど。お前最低だな、人見て笑うとか。だって。とにかく俺はあの子が気になるんだ。じゃあ声かけてくる。いらっしゃいませ。ご注文はどうされますか？ビッグマックセット2つください。ありがとうございます。あの、よかったら連絡先教えてもらってもいいですか？すいません、私彼氏がいるんです。そんな、ドラえもんに振られてやんの。あれ、なんかみんな見てくるんだけど、なんでだろう。ジョニー、おはよう。おはよう。ジョニー、昨日ドラえもんに似た人に振られたって本当？え、なんで知ってるの？レンジャーがみんなに言ってたよ。マジかよ。だからみんな見てくるのか。おい、レンジャー、昨日誰にも言わないって約束したじゃん。いいじゃん、別にネタになるんだから。俺の気持ちも考えろよ。まあそう熱くなるなって。許さねえ。俺はレンジャーに仕返しすることにした。どうやって仕返しするかって？今カレーを作っているんだけど、このカレーにデスソースを大量に仕込んで、それを食べさせようと思っているんだ。もうそろそろレンジャーが来ると思うんだけどな。あ、来た。いやあ、ジョニーちゃん、俺を招待してくれるなんて優しいね。ん？なんか作ってるの？今カレー作ってるんだけど、よかったら食べる？ちょうどお腹減ってたんだよね。食べる食べる。じゃあここに座って待ってて。楽しみだな。どうぞ。おお、うまそうだな。いただきます。どうした？辛い。水ある？今水道水がぶっ壊れてて水出ないんだよね。なんだと？カレー！